菅原アローは、日本の演劇プロデューサー。京都造形芸術大学在学中、式株式会社入社。ライオンキング舞台監督補、オペラ座の怪人部隊監督補、特殊効果担当。後に独立。海外オペラ作品、ミュージカル、アーティストのアリーナコンサート等の全国ツアー等に、制作、技術スタッフとして受け負い、参加。 TV 番組制作会社、公共劇場の制作スタッフなどに勤務。舞台役者、商業劇団の技術、制作の舞台や、また劇場制作スタッフとして、日本の演劇、舞台を様々な立場から見つめてきた経験から、演劇プロデューサーとなる。東京都千代田区出身。祖父は、上芝森平の高弟子で、国士館大学合気道部所大師範。 東北大学合気道部師範、宮城県合気道連盟総師範などを歴任した菅原月修。父は都立高校の教員で後に地方長議会議員を4期半務めた。17歳で行政企画した劇団に入団し、初舞台を踏む。2005年英国へ留学。2007年貿易業を主とした個人事業アナマリズムとして事業開始。 翌年には、年賞2億5000万を超え、法人なりを果たし、ジェネシス株式会社を設立。代表取締役社長兼 CEO。2017年、ガーランド設立。インターネットコンテンツサービスの企画、開発との傍ら、日本の総合芸術演劇文化の継承と、新しい融合、創造を目指した、劇団ピンクノイズ旗揚げ、演劇プロデューサーとして名乗る。 劇団の演出家、指導者等にはすでにベテランで活躍している、ハブマユミ、エアロコ、元劇団式出身の俳優等を招き入れ、自らはプロデューサーとして関わっていくスタイルを取る。日本の演劇の弱点として作られていく段階で、主に演出家が先頭となっており、それを広めていく、または見せるための、 演劇プロデューサーという役職が非常に少ない問題を提起。今までの日本演劇文化が各国に比べ優れている技術、独自に発達した技術を継承しながらも新しいインターネット文化を活用しビジネス要素を取り入れてもっと多くの人に広めることを目標としている。その真意には人は金銭的、身体的な問題があったとしても心は誰でも 豊かになれる権利を持っており、それの手段の一つとして演劇はとても良いと述べる。合計300以上の演劇作品、アート関連イベント等の企画、演出、制作に参加。ありがとうございます。